はい、ただいまただいまメリークリスマスメリクリ帰ってまいりました。はい、お帰り。お、でかツリー。事務所でもね、ツリー立ってたんだよね。Which one do you like? え、俺もつけんの。じゃあ俺これかな。どれ？これだろう。だって久しぶり。え、久しぶりでもないけど、私は毎日会ってるけど、なんか私たちね、うーん、何だったの？しんどすぎた。2鉄ぐらいだった。ちょっとハードスケジュールだったね。え、いただいていいですか？はい、いただきます。うまい。うん、最近の動画面白いよ。ハッピーでしょ。ハッピー。そうそう。長いね。伸びないの。この前会った時に多分一番切り立てでひどかったんだけど、成長してなかった。ひどいよね。ひどいっていうの。絶対ね、あのパーマで長かった時の方がね、かっこいい。なんで来たの？彼女欲しいんだって。まあその考えは絶対間違ってるし。間違ってんの？300万のために気合い入れる切ったって笑い間違ってるよって言ってた。なんかやっぱさ、水球部や、水球部ってその大会の前にさ、チンゲを全部剃るのよ。スタメンはその文化。チンゲ全剃りだから、スタメンになりたいやつは全部剃るみたいな文化があって、その文化やね。やっぱその大事な時の前はやっぱ気合い入れるみたいな。じゃあ間違ってる。で、何が欲しいんだっけ、クリスマスプレゼント。シャネルの指輪、自分で買う。シャネルの指輪欲しいの？いや、自分で買う。指輪は自分で買うって決めた。うわー、せっかくお兄ちゃんがいるのに。出かけよう、出かけよう。出かけたいってこと？あ、それありだね。遊び、いいな。みんなで行けばいいんじゃない？まあ、買い物みんなで行けばいいんじゃない？じゃあ、うそ、あの裏方の動画みたいな。うそ、めっちゃ喜んだ、みんな。母ちゃんとかさ、不安や、その裏方の。大丈夫、もう間違えてる。いや、家みんなね、ちょこちょこ買ったりしてるけど、なんか本当にあの寮みたいな感じになってるから、もう今ベッドも増えて。あの寮母さん必要だったら、お母さんたち交代でトイレ掃除行くよってすごいみんな言ってるから大丈夫、ヨネがいるから。ヨネがね、綺麗好きすぎるから。そうなんだ。うん、まあありがたいけど、まあその裏方の親は心配だから。なんだ、ボンが一番帰んない。心配してる。心配してるの？心配してる。髪型を帰ってこないと寂しがってる。髪型はモブ言ったよね、ヤマタも。うん、なんとかしてよ、ヤマタは。泣き色の髪型。でも何だよ、みたいな。裏方の親に心配をかけてはいけないっていうところですよね。そう、まあ、せめてもなんかさ、俺らの活躍がさ、ね、テレビとかニュースになれば大丈夫なんだな。え、裏方の親御さんも見てくれてる？見てるでしょ、みんな見てるらしい。じゃあもう龍馬くんも大変じゃん。もうダメよ、もうメースしか言ってないから。コンテンツ一つのコンテンツとしてね。だって私たちだってあなたたちの下ネタみたいなさ、うん、散々見せられてきたけど。エンターテインメントだ。エンターテインメントとして見てるから。え、ね、それさ、笑うの？笑わない？笑う笑う。あ、笑うんだ。バカだな、拍手してる。だから、ユーマのあの君に宣言みたいなやつあったやん。あれが多分一番やばいね、俺らの中で。あの下ネタ市場に。あれを笑うんだとしたらすごいよね。最近でもあんま言ってないね、下ネタ。忙しすぎて下ネタを言う余裕がちょっとなくなってるのかもしれないですけど。ごちそうさまでした。あー、うまかった。久しぶりに飯食った、ね、実家で。え、これ300万人以来会うの？達成後初じゃね。いただきます。スノーボールクッキー。あー、ちょっと年末ゆっくりしたくなってきたわ。まずい。あざ、久しぶりにゆっくりする。1日の中にゆっくりする時間ではないから。うん、いや、本読むのも急いで読むって感じだね、最近。だゆっくり読んだ本マジないかも。それ、猫ちゃんの葉っぱってさ、ゆらゆらするとさ、匂いも出ちゃうの。あ、そうなんだ。ゆっくり、ゆらゆらしちゃうの？絶対に。
自分がゆらゆらしちゃうのがいいんだよ。どういうことやねん。怖っ。残像ってこと。自分の言葉の残像で。ゆらゆらしちゃうのよ。やばいよ。ゆらゆらしない方がいいよのゆらゆらをイライラっていう風に脳の中で浮いてたんだろうね。えぐいよ。ねえよ。ねえよ。うん。ちょっとクリスマス気分味わえたな。よかった。俺はね、自分の家にあのコンビニの一番くじでディズニーキャラクターのクリスマスオーナメントの一番くじがあったから、それをやってかけた。だから俺なんかさ、バイクの免許取ろうかなと思ってさ、一緒にバイクでツーリングとかしようかな。ねえ、私もダメって言われた。まだダメだよ。なんでいいじゃん。なんかお嫁に行って自分が責任を負わなくなってからならいいっていう。旦那さんがいいって言ったら取っていい。まだお前、ね、鈴木家の管轄ってことや。ねえ、行きたい。後ろ取り行く。ずるくね。ダメ、こいつ勝手に自分の耳にピアス開けるような女ですから。え、めっちゃ増えてんやん。あるめっちゃない。あ、知らねえ。ふわ、何、もしも知ってるの。知ってるよ、だってどうやって開けるのって聞かれたよ。いや、無理してる、多分それ泣きながら言ってるね。ダメって言ってたもん。え、さ、ヤマトが開けた時はさ、すごいなんかショック受けてたね。だって、いや、俺が開けた時はお母さんがショック受けてたやつでしょ。受けてた、私。うん、でもさ、なんか言ってたじゃん、俺開けに行くからみたいな。私、開けても開ける前も言わない。こいつ一番悪いよ。軟骨一の軟骨とか開けてますよ。え、ありになったの、こういうもう私わかんない、自分。これバイクで帰ってくるよ、多分家に。今度からバイクを契約しちゃえばいいってことやん、先に。悪いやつ。悪っ、絶対ダメです。いいじゃん。いや、絶対ダメ。なんで俺が怒られる、一緒に取りに行ったら。免許取るぐらいはいいかって言われた。いや、車買いね。頼んでから納車まで結構長いんで、心変わりとかしたくないじゃん。新品で買いたいってことでしょ。探してるよ、今。さっき言ったのは、その薬、ああ、そうだ、薬よけだ。追加してきてほしいねって言ってたのよ。ああ、薬よけ、そう、薬よけもね、なんかしに行こうってなってて。動画でやってもいいしね。前役と年男だね。俺とヒューガとユーマが役男。役男。残っちゃってる、残っちゃってる。役年。で、あっちゃんユータが前役。ボンモか、前役だから。私、前役で花を。は？お前、前役まだ来なくね？19歳、女の子最初に。あ、そうなの？え、そうなの？女の子の方が周期が一瞬短いってこと？え？え、12と24の時？それ年女の子でしょ。え、じゃあ今年、女子役年じゃないの？今年終わったよ。初尻なんだが、24だからちょうどあれかと思ってました。24歳だって、やばい、人生4分の1です。言わないで。結構生きるつもりやろ、4分の1。生きるつもりだよ。でかくなるたびにやっぱ実感するね、周りの人の大切さというか。天じゃやっぱ自分たちが自分たちだっていう感じだったけど、ここに来てやっぱ周りの人に目が向く。これは忙しいけどね、余裕がある証拠だと思うんだよね。自分たちだけじゃなくて、例えばその裏方に対してなんか感謝したいって思う心の余裕だったりとか、ファンの人がいての俺らだなって気づく余裕みたいなのがあるっていうのは、なんだろう、300万人いってもいっぱいいっぱいじゃない証拠というか。成長したね、この1年で。間違いなくて、いろいろあったから。うん、はい、とここでお母さんにプレゼントあります。少々お待ちください。やだあれですよ、なんかやっぱり高すぎるものだと使いづらいかなと思ったんで、今回はちょっと絶対に使ってもらえそうなものにしました。はい、ということで応援をしてもらったんでね、あ、結構実用的ですよ。本当に？うん。何？バスタオルとか？バスタオルは実用的すぎるやろ。結構良くない？ありがとう。素敵。ちょっと可愛い。え、可愛い。はい。超可愛いじゃん。やばい。めっちゃ可愛い。その、やばい。可愛い。モフモフでしょ。可愛い。これ、うん。私が可愛くない。サプライズ。何？That's why マスク外せなかったの。え、なんでなんでなんで。いや、違う、あの、ちょっと生まれ変わり中。え、整形したの。ダウンタイム。え、なんでそんな赤いの顔。いやいや、違うの、あの、撮ってもらったの。何を。
なんでこの年でモテようとしとんねん。え、そんな簡単にできるの？ずっとやりたかった。そうだよ、ずっとやりたかった。この時期しかできない。仕事が休みでお化粧しなくてもらって。あー、なるほどね。1週間たくさん仕事が必要だ。おー、マジサプライズやん。ありがとう、超嬉しい。いいでしょ。すごく可愛い。色も最高。色も大好き。白です。めっちゃ可愛い。なんかね、あんまない色らしい。あ、これ見せろってね。はい、これですね。これだったらさすがに使うでしょ。え、私使ってるよね。え、使ってんの財布と。当たり前じゃん、使ってるよね。チャリ道とか多いからね。最近歩いてるの。え、やばいよ、基地とかにも歩いてるの。そうなの、なんか超いいよ。いいやん。あ、そうだ、ダウンもあげたやん。ダウンでかいよ。え、あれセイラちダウンは何ダウンって。俺さ、ストーンアイランドのさダウンプレゼントしたんだけど、去年のクリスマスでかい。え、おかん来てたよね。あ、来てたよ、歩いてた。え、でかいの。でかすぎる。でかすぎる。手が出ないぐらいでかい。ダウンめっちゃおもろいの。今季買ってるからダウン大丈夫。何おもろいのって。あ、来てたんですか。キーリスのおもろくない。見たい見たい。可愛いよね。可愛いけど、チャーらしいの。行って行ってみし。普通だと言って。お母さんは普通だと言い張るがってことでしょ。え、かわいいよ。え、これさ、普通に難しいよね、色説明。これかわいいよ。あー、ちょっと待てよ。え、かわいいよね。じゃあ、その何色に見える。まあ、ピンク。違うよ。これでも登場したらこれを買うのはおかんぐらいしかいない。何この、もう浮き輪やん、素材。だから色難しいかなと思ったら。ちょっとやめてでも。どんな色やねん。確かにこれ着て歩けないわ。だってこれ着る人いないもん。でこれ何色なの。え、かわいい。これね、なんかブルーメタルっぽくない。え、ピンクです。赤。メタリックが難しいかなと思った。え、かわいいよ。着たらもっとかわいい、ね。まあ、これのモチベを知りたいけど。え、かわいい。かっこいいとかじゃなくてってこと。俺が来ても派手だった場合は結構派手だぞ、これ。どう？可愛い。でもちょっとちっちゃいね、みたいな。うん。いや、まあ、ありあり。でも俺もこれの銀とか持ってるから、一言言えないです。結構いいしね。うん。お母さんが買ってきたファッションセンスに結構ね、あの、引っ張られる部分はあるかもしれない。めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。あるよね、それってね。では、帰りマスク。お邪魔しました。行ってらっしゃい。また年内。はい、行ってきます。帰ってきてね。はい、実はもう一個プレゼントがあって、じゃあ手紙っていう。ではもうまた、ありがとう、頑張ります。うい、じゃあ年内もう一回ぐらい帰ってこようかな。お願いします。読んでね。ありがとう。泣くのは違うけど、多分。うい、じゃあ撮影していきますよ。楽しんでね。うい、いってらっしゃい。バイバーイ。はいはい。